はい皆さん毎度毎度カラーはごちゃごちゃ混ぜずに単色ワンタッチにしておかないとお客様が面倒くさくなっちゃうからはい浩平先生毎度毎度ねこれ美容師も面倒くさくなるよねまあ混ぜても2色止まりだよねで3色も4色もいっちゃうと今度あの面倒くさくなるよね作るのがねで間違いも起きやすくなるからねやっぱ2色止まりだね混ぜるとしてもねあのロレアルの白髪染めだとねない色があるんだよね 8がないとね、7と9ね、1対2で混ぜて作るとかね、まあ、その程度のまでならなんとかなるけどね、お客様に配合をお伝えするのはやめた方がいいかなと思ってます、あの余計なこと言わない方がいいね、証拠に残っちゃうから、<laughs> お客さんって意外とそういうの覚えてたりするからね。<laughs> でもさ、あのメーカーもさ、これからの時代、トーンダウン専用のさ、あれも出てくるかもしれないね、白髪染めじゃなくて、おしゃれ染めじゃなくて、トーンダウン専用のラインナップ。 イルミナねトーンを上げる分にはいいけどトーンダウンさせるときはやっぱ黒の粒子が足んねんじゃねえかなって気がするよね青とか赤の粒子はいっぱい入ってるけど黒い粒が入ってねえっつうので6レベルのさカラー材なんつうのはさ黒髪をさ 6, ベレ6レベルに染め,染めるというか色味をつけるだけでしょだから黒の粒子なんか入ったら真っ黒になっちゃうからねだから黒の粒子基本的に入れないよね6レベルはそういうことを考えるとやっぱり白髪染めを使ってそれにイルミナー1対1で混ぜるとかねまあ普通の店だったらさイルミナーの6で染めればその日はいいんだよねでそのお客さんがまた来ればいいよ1ヶ月後とか2週間後に色が抜けちゃったってでそれ以上さ大体来ないからね だからうちなんか秘書の子は染めるじゃないと見るたんびに色が、ね、抜けていくんだよね、それがわかるんだよね、やっぱり昔ね、ロリアルのナチュラルブラウンの5で染めたときは、いや、しばらく安定してたんだよね、色が抜けずに。まあ、それはちょっとね、白髪染めなんだけどね、だからその白髪染めに何かを混ぜて3%、もうこれはね、実験するしかないんだよね、こういう答えってのは誰も教えてくれないんだよね。<laughs> で聞いてもね、う、ま、ち、あ、にない材料だったりするとね、まためんどくさいんだよね、買わなきゃいけないってのもね、でやっぱり、けい染めもさ、パーマもさ、必ず色が取れる、パーマも取れる、カットは長く伸びる、やっぱり最初は切りすぎ、染めすぎ、かかりすぎでも OK と、最初からね、ちょうどいいのはね、すぐに取れちゃうと、伸びちゃうと、ねえ。 うんそういうふうに説得するのが無難かなと。はい、お疲れ様でした。